こんにちは、ガンちゃんです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルではね、ファン目線、スコアラー目線で様々な角度で野球の話をしています。今日はですね、新外国人調査レポート2022ということで、中日ドラゴンズが獲得調査中のソクラテス・ブリトー外野手について話していこうと思います。新外国人調査レポートシリーズでは、各チーム来季へ向けて補強する外国人選手をね、数多く紹介するシリーズになっていますので、チャンネル登録まだの方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。恐竜打線復活へ向けて、打線の軸となる打者が欲しい中日ドラゴンズ。その有力候補に上がっているのが、左打ちのドミニカンスラッガーであるブリトー選手です。中日の課題は何といっても得点力不足の解消です。2021年シーズンもチーム打率は2割3分7厘でリーグワースト、チーム本塁打数69、チーム総得点数405は12球団見渡してましてもワースト記録として、深刻な打撃不足に苦しんだドラゴンズ。秋季キャンプでは中村典コーチと森野コーチが野手陣に密着指導し、レベルアップを図るものの、相手投手が一発を警戒する大砲の存在は必要不可欠です。ビシエド選手と並びまして、最低でも20本塁打以上は打ってもらわないと得点面の課題解消とはなりません。さて、中日打線の救世主となりますか、ソクラテス・ブリトー外野手、早速行ってみましょう。ソクラテス・オーレル・ブリトー外野手、1992年9月6日生まれ、29歳、ドミニカ共和国出身で、身長188センチ、体重は93キロ、左投げ左打ち、守備でも強肩とガッツあふれるプレーで、勝利への執念を前面に出せるタイプの助っ人外国人です。2010年にアリゾナダイヤモンドバックスと契約しプロ入りします。傘下のルーキー級ドミニカンサマーリーグダイヤモンドバックスでプロデビュー、2011年からはルーキー級アリゾナリーグのダイヤモンドバックスで55試合に出場し、打率2割7分5厘、本塁打1本、打点29、盗塁を18記録します。その後もマイナーでの試合出場を重ねるのですが、2014年はローエイウエストのバイセリアローハイドで128試合に出場し、打率2割9分8厘、本塁打10、打点62、盗塁も38を記録しまして、その実力を徐々に発揮し始めます。2015年はダブルAでプレーしまして、129試合で打率3割、本塁打9、打点57、盗塁を20記録しまして、7月にはマイナーリーグのオールスターにも出場し、マイナーの全日程終了後の9月8日にはメジャー初昇格をしています。メジャー昇格後は2019年にサンティエゴパドレスに移籍後、すぐに戦力外となってしまいまして、トレードでトロントブルージェイズへ移籍します。2020年にはピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結びまして、2021年にはニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んでいました。MLB 通算成績は99試合に出場し、打率は1割7分9厘、本塁打5、打点18で、特筆すべきところはないんですが、このブリトー選手ですが、構えた時の姿勢がものすごくいいバッターです。背筋がピンと伸びていまして、スイング時に頭の位置がそこまでぶれないんですね。外国人特有の腕の力でスイングするというよりは、しっかりとボールを見極めて体の回転軸で打つといった感じでしょうか。右投手が投げ込むインローへのスライダーの対応もバットのヘッドでしっかりと拾えていますので、闇雲にインサイドをつけば抑えられるというバッターでもなさそうです。このタイプのバッターですと、低めで打ち取るには右投手の場合はシュート系の球が有効だと思います。ツーシームが投げれるならば、ベース板の真ん中よりも外側へ揺れ動く球が有効かと思われます。またここぞというピンチの時にはアウトハイのストレートですね。スピードがある投手ならば、高めの釣り玉で空振りやポップフライなどを狙いに行くのもいいでしょう。打席内での構えがいいですので、体格の割には打席の中ではそこまで威圧感は感じられませんが、甲子園などの広い球場では中距離タイプのバッターとして右中間または左中間を割られる心配がありますね。ドラゴンズとの対戦ですので、バンテリンドームでの一発の警戒はもちろん警戒しなければいけないのですが、ホームラン量産型のスラッガーというよりはツーベース警戒の好打者という印象があります。もちろんセカンドにランナーがいるときは要警戒ですので、アウトコース中心の攻めをしたときに左方向へ軽打される可能性もあります。このブリトー選手が中日打線に加われば、ちょっと厄介な相手になりそうですね。さて、今日は新外国人調査レポート2022ということで、中日が獲得調査中のソクラテス・ブリトー外野手について話してきたんですが、結論から言いますと、このブリトー選手、そこまで一発を警戒はしなくてもいいバッターかなというふうに思います。
もちろんドラゴンズ打線においては一発を量産するタイプのバッターが欲しいのでしょうが、神宮球場やハマスタなど関東の球場ならば一発の危険性はもちろんあります。しかし対阪神戦で限定的に見ると、甲子園球場とバンテリンドームと両球場とも外野が非常に広いものですから、一発警戒というよりかはスコアリングポジションにランナーを置いた時に左中間を割られないように配球する必要性があると思います。もちろんインサイドを攻めた時にストレートがシュート回転すれば広い球場でも一発の危険性はありますが、アウトコース中心に配球をした時に踏み込まれないようインロー膝元にもですね、スライダーなど投げ込んでおく必要性があるバッターだと思います。いずれにせよ来季のドラゴンズ打線に関しては外国人選手の成績が順位に直結すると思いますので、このソクラテス・ブリトー外野手の今後の動向にも注目ですね。さてこの新外国人調査レポート2022では各チームの来季新戦力補強に関する外国人選手を紹介していくシリーズですので、次回も12球団の戦力補強情報が出ましたら動画で選手を紹介していきたいと思いますのでお楽しみに。そして番組よりお知らせです。コケイ三章タイガース TV のオフィシャルショップを開設いたしました。今着てますこのポロシャツやトートバッグなどコケイ三章タイガース TV のオリジナルグッズをオンラインでお買い求めできるようになりました。今後も商品ラインアップを増やしていく予定ですので、よければ概要欄にリンク貼っていますので見ていってください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。